行ったはずです。どうも。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちょっと待ってな、たくまくん。こんばんはとかが、すべて無駄になる可能性あるから、ちょっと、一旦待ってや。わかった。いけてるはずやねんけどな。あれ？始まった？始まってない。始まったんでしょうか？あ、始まりました。あれ、映像がいけてます。さあ、ということで、しげおとたくまの二人世界、始まりましたけれども、スマートに始まりまし今日はもうた。珍しいよ。めちゃめちゃちゃんとした時間に始まりました。しかもなんか俺、9時ぐらいからもうお酒飲んでたの。え？何今の？ JA 共済。もう飲み始めてんの、すでに。9時ぐらいからちょっと飲んでしまってて、あ、マジで、もういい感じやん、じゃあ。仕上がりつつありますが、今日は、たくまくんはいつもの暴走族がめちゃくちゃ来る、そうやで。自宅スタジオで、そうです。じゃあちょっといつものまずはメンバー呼びたいと思います。まずはミサイルマン西大。おはようございます。こんにちは。来た。しげおとたくまの二人世界、本日もお邪魔させてもらいまよろしす。く。お願いします。ちょうどぴったり、新情報セブンデイズニュースキャストと同時に今、お10時ぴっ前たりが始さ、まります。TBS の番組つけた音が入ってたで。すみません。だ同い時ぶスタート前に。かなと思ったら、裏番組と一緒にスタート共しま催す。してたで。さあ、そして、さあ、シューも呼ぶ？ヘイスミス。ヘイスミス。ヘイシュミスのス。言えない。ちゃんと呼んで。もうちゃんと呼んで。ほんまに。いや、もう表記長いて。なんのこっちゃ分からへんから。ほら、ヘイスミスって言ったら。俺のシリがいつも反応しよう、ね。へい、趣味、数の数について、ウェブでこちらが見つかりました。どうも、ヘイシュミスのギター猪狩です。よろしくお願いしまええ、す。よろしく。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はーい。さあ、というわけでね、あっはといい。う間にお別れの時間がやってきなんましで、た。こんな短い番組で、9期でももう一回スポンサードするわ。盛り上がっていこうぜ。いや、いや。乾杯しますか。乾杯しよちょっと待ってや。ちょっとなんファースか、ト猪も狩君、いろんな配信引っ張りだこすぎて、なんか、配信でなんかめちゃめちゃ当初より垢抜けてきてへん。マジですなんかか。顔きれいになってへん。ちょっと猪狩君は、垢抜けてんねんって、髪切った時の猪狩君見たことある？ないめですちゃくちね。ゃかっこええから。そうだね。あれ、何の曲の時やったっけ？レッドイットパンあれ、レッドイッってトいパンクうに、曲の時めっちゃ髪短短いんですよ。い猪狩君、めっちゃかっこええ。だから俺は、かっこええの嫌いやから、伸ばし続けろと思ってるから。よーし。次回切って出てやろ僕も昔、高橋さんと出会った頃に、ちょっと痩せようかなと思ってるんですよ、つったら、お前絶対痩せるな、お前は太れ、絶対太ってる方がええ。俺、男子がかっこよくなるの嫌いやから。じゃあ、乾杯です。おい、はい。イエー乾杯、ドカーン。前よい回、しょ。サクさん来てくれたやん。おお、やばかったっすね。で、その後、僕がサクさんとこ行ったの見た？見ました。ドラさんチャンネル。いや、ドラさんチャンネルでいいん。俺行ったんよ。三部さんと光一くんと、いや、三部と光一くんと、
やってるとこ乗り込んでいったわけ。はい。ほんだらそこに、まず、猪狩くんが呼ばれて。おぉ。ドラさんのな、俺が来る前にまず呼ばれて。そうなんですよ。で、そこに俺行って、サクさんの料理をやったんよ。ああ、見てた。ほんで、俺もな、その、ドラさんチャンネルとの因縁もあるし、何ができてもまずいって言うてやろうと。はいはいはい、はい、心のまずいをもう転廃してたわけ。ハハ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 そう挟んで食べたぞ。そう。で、美味しいなあ言って、その後津田が来たんよ。高一くんが呼んでサプライズ。そうそう。ダイアン津田が来て、はい。で、6人になったんだかな。かな。ドラさんでしょ。で、猪狩くん、俺、津田の6人になって。で、しずちゃんも来たんやったっけ？来た。いや、番組中じゃないんじゃないですか。来てない。あ、来てないか。あ、そうか。とりあえず6人配信終わってから、もうむちゃくちゃなって。ね、配信終わってからめちゃくちゃなりましたよね。あれやばかったっすよね。なんか LINE のグループの集合写真エグかったっすね。なんか、みんなで撮ってたやつ。そう、その配信が終わって、はい、終わりましたってなったら、しずちゃんとか、たくまくんもですし、たくまくんが、はい、で打ち上げやってんのみたいな、そうまだ飲んでんのみたいな感じで連絡くれてね、うん、だんだん増えていって、マンウィザーミッションだ、シムだ、なんかだんだん増えて、いや、もうこれは配信戦かい、そうやな、で一番おもろかったんが、はい、ダイアン津田が来てくれて、津田に、はいはい、が誕生日を迎えたわけ。その瞬間に。あ、そうですよ、そうですよ、そう。ちょうど津田が誕生日になったから、じゃあ津田の誕生日をみんなでお祝いしようって言って、はい、11時に終わったんか、配信が終わって、うん、そっからじゃあ津田の誕生日お祝いしようって言ったら津田が、いや、こんだけミュージシャンおんねんから、誰か曲作れるやろ、この人。で、猪狩くんがギター持ってきてとか、うん、ギター持ってきてとか、なんか、みんな曲作んのかみたいな空気だったわけよ。うん、ほんで、猪狩くんが、なんで生まれたんや、死ねっていう曲を作って。名曲でした。あれはなんか、ハッピーバースデー、トゥーユーに変わる、なんか、形見えたけどな、俺。なんで死ねは。この、なんで生まれてきてん、死ねっていうひどい言葉と、はい、優しいギターといいメロディーでゼロになってる感じ。中和されて。フラットにお祝いできる曲。嬉しいのと、はい、あのボケてくれてるから突っ込まねばっていうので、でこのズームで突っ込むから、ズームって音がこう誰かが喋ったら消えるやん。はい、だから俺らはみんななんで生まれたんや死ねの主旋を聞きたいねんけど、もうずっと途中からギター弾いてるエアーと津田のなんで死ねるって。あれめちゃめちゃおもろかった。何言ってる津田と。あれやばかったっすよね。あれはやばかったな。めちゃくちゃ面白かったな。自宅でそんなに叫ぶかっていうぐらい叫んでましたもんね。めちゃめちゃ叫んでた。もうあれ、喉ちぎれてますよ、多分。あの、津田さん。すっごい、しかも豪華メンバーで、この、アマゾンプライム黙ってないっすよ、最近。アマゾンプライムやって動きたいわ、ほんとに。お前は、前向きになりたいわ、それ。人のこの顔のこのマスがさ、はい、いっぱいあって、はいね、こう遠ざかって見てこう目細めたらのボブ周りの顔になるぐらいのよく居酒屋のポスターにあるあのそれどれやねんのやつ言ってんのそうめっちゃわかるけどそれぐらい容器マスターあっ
いやもうほんま、マンウィズのメンバーも狼姿で参加してくれたりとか。そう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 。すごっ。ほんで、その時の一番のハイライトが、表ハイライトがそれやってんけど、裏ハイライトで一番おもろかったんが、うん、よし、分かった、じゃあ津田、あの誕生日迎えたから、うん、ハッピーバースデー、そのおめでとうってやったから、じゃあ一回、せっかくやから、ズームでパンツ脱いでくれと。俺にどうせっかくやねん。どういう風にせっかくこれが DJ として一番合う曲をタイミングで出すから、それをみんなに聞いてもらってっていうのを やろうとしたわけ、うん、はい、で俺の予想、俺の思惑としては、津田がわーってパンツ脱いで、なんでパンツ脱がなあかんねんっていう時に、俺は iPhone であのノンフィクションの、あの曲を出したかったわけ。はいはいはい、やってたな。でそれを出そうと思ってんだけど、そこにたまたまあのみんな集まってるから、直樹くんも呼ぼうって言って、10フィートの直樹くんも呼んだんよ。はいはい。な、津田がパンツ下ろした瞬間、直樹くん入ってきてん。もう一曲の曲かけてるとこに下半身下ろして叫んでる、意味わからん直樹くんと直樹くんの曲がかかるっていう顔をつってる状態が生まれて、ボタンバーン出た瞬間にお疲れ様ですって、ね、このタイミングでみたいな。あれはめちゃめちゃおもろかったな。あれやばかったな。津田くん殺しやったな。うん、ほんでなんかしたけど、直樹くんも途中からバンって入ってもうたから、なんか今じゃなかったなっていう。呼ばれてきたのに、なんやねこのタイミングの悪さ。なんか酔ってるし、すべてを説明できへんというか、いいやしみたいな。半分ぐらい流したよね、もう。確かに確かに。流した、ほんまに。あれはよくないっすよ。あれおもろかった、ほんまでも。あれめちゃくちゃ豪華メンバーな。うん、があっての今日なんですよ。そうですね。うん、で、皆さんがからの、あのコメントを読んでますと、たくまくんが声ちっちゃいと。あ、そう、書いてるんですよ。たくまくん、ちょっと声を上げた方がいいみたいですよ。どないですか？あ、いいんじゃないですか？どう？いい感じ？いいんじゃないですか？またちっちゃかったら言って。うん、はい。ありがとう、みんな。で、俺はもう、今日は早々にしずちゃん来てほしいのよ。ああ、呼びましょうよ。呼ぼう。暇してるんですかね、しずちゃん。しずちゃん暇してるのかな、ちょっと LINE してみよう。もう、ああ、してみましょう。働き出してんのかな。あ、どうでしょうね。あ、日大どうなの、ね、確かに、大阪はもうちょっと、大阪は、東京よりはマシなんちゃいます。もう、街はもう普通になってますし、へえ。仕事はもう、なんか、そんなバックス増えてないですね。もう。ああ。でも、この自粛中に絶対やろう思ってたことあって、うん、まあ、なんか資格取ろうと思ってたんで、声優能力検定の2級取ったんですよね、うん。声優能力検定。はい、これ 20% なんですよ、合格率。すごいじゃないですか。練習して。はい、であと、ちょっと痩せようと思って、うん、おっさんやし、健康のために。うん、で、自粛前124キロやったんですよ。そんなあったの、うん、はい。で、ついに、113キロまで来たんですよ。いや、全然分からない。まあまあ、ほぼスピードじゃないかも。その119キロやったの。時速119キロね。その120何歩からの110何歩って言われても何にも分からへん。いや、分かる。めっちゃ変わってるやろ。全然分からへん。いや、1回目の2人世界よりも全然ちゃうし、結構この、大作戦 T シャツとかも、はい、昔のやつとか、結構パチパチやったとめっちゃ余裕出てきて。はい、めちゃめちゃ痩せたよ。10はすごいよ。全然分からへん。だって、ほんまに分からへん。どっちにしろ、どっちにしろ、だって 0.1 トンですよ。いや、トンで言うな。単位変えなきゃ、お前。トンで言うなよ。0.1 トンやねん。うん、トンで言うな。もう全然分かんないですね。こっちからしたら両方 0.1 トンなんで。なんか電波飛んでるし。だからまあ、もうちょっと、俺
あ、大丈夫、あ、今大丈夫です。すいません、ちょっと気づいてあげられなくて。どうなん、西大本で仕事はどうなん、戻ってきた。いや、猪狩君とか、はい。仕事はもうレギュラーの競馬番組と、ラッシュボールとかそういうイベントを紹介する番組だけは戻ってきました。あ、これも、まあ、リモートじゃなくてこう、スタジオでやるみたいになりました。はい。うん、ただ、営業とかがないんですよ、やっぱ、イオンで営業とか。うん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 。で、そうか、 かなり月収っていうか、もうお金もピンチだよ。で、高橋さん、お金くれません？直接的やな。なんでお前に急に引き上げながら、買ってくださいやったらわかるけど。金くれませんって。買ってくださいゆえ、俺も給料減っとんねん。まあもう。でも今日も、なんか日本テレビ系列で音楽の番組やってた、ずっとそれ見て、もう一人でずっとカラオケやってたんですけど、ほんま歌っていいっすよ。ほんま歌っていい。俺と一緒に怒ってほしいことあんねん。はい、はい。怒る？そのな、あ、ちょっと待って。はい、シルちゃんが来た。シルちゃん来た。あ、なんか高橋さんもイヤホンつけてみたいなのがありますよ。あ、ほんま？はい。だから、まあ、大丈夫なのかな？イヤホンつけた方がいい？なんかちょこちょこ途切れるっていう、なんかてか YouTube なんかな、西成さんもちょこちょこ途切れる。え、まあ、まあ大丈夫か。ちょ待ってや。どうなんでしょうね、お客さん。大丈夫ですよね、多分今は。開口の。あ、しずちゃん来た。はい、しずちゃん。あ、しずちゃんもう最初から横向きにできてる。お、優秀。優秀だな。あ、いけるようになったやん。やったー。はい。おしず。モンカキャンディーズのしずです。こんにちは。こんにちは。ほんま、もうほんまごめんな。もう変わり映えせえへんこと毎回言うけど。でもいや、シャウエッセンの前に座んなや。シャウエッセン。見るタイプ、それとも焼くタイプ。いや、しゃべりますよ。シャウエッセンの CM すなよ。そのさっき前回の話してはった、うん、ドラさんチャンネルのあったじゃないですか。うん、でその後、高橋さんまだ動物の森やってありましたよね。あの後やろ。あの後、あの後やって私見てたんですよ。で、なんか自分、なんかメイちゃんとハリマはどっちにするかみたいな。何それ、何それ、動物の森って悩んでるんですよ。何よそれ、動物の森の配信やばない、高橋さんの生配信なんでやばいってどういうこと、やりすぎて。昨日3時間生配信してたでしょ。3時間半ぐらいやってたで。配信できんやん。配信っていうかな、うん、テレビの画面で動物盛り合ってんのを、うん、iPhone でそのまま撮ってんの流してんねんけど、うん、でも意外と見れるっていうことで。いや、それほんまに見てる人はどうなんですか。見てて面白いんですか。人がゲームやってる姿ってことっすよね。いや、そう、そこやで。そんな、お前、そんなドライな言い方するな。ドラえもんか、お前は。ドラえもん出た。ドライのトーク。ドライの、はい。何、何、しーちゃん。そのちゃんと、一回ちゃんと見てみようと思って、真剣に見てみたんですよ。うん、全然、全然思んなかったんです。やかましい。お前、プロの目線で見るな。真剣に見たら思んなかった。真剣に見るもんちゃうねん。いや、真剣に見るもんちゃうねん。真剣に見てもええんや。結構最近見ちゃってて、なんかめっちゃ作っててっていう。わかるわ。見ちゃってて。見ちゃったんですよ。いや、見ちゃったじゃないね。見れて。見てしまうやろ。見てしまうんだ。見ちゃう。事故ってるんじゃないね。見れてやねん。なんか思んないのに見ちゃうんですよね。思んなくないね。おもろいね。おもろくもないわ。おもろいわ。何やねん。でも昨日なんてしずちゃん、高橋さんのその同じ時間に、俺が登録してる川口春奈さんも
同じ動物の森の生配信してるけど、そっちの方が断然可愛いし、おもろかったから。そらそう。ハーチャンネルやろ。ハーチャンネル。はい。俺も吉本春奈さんと吉本の川口春奈でやってるから、え？よう似てるんですよ、やってることが。料理と動物の森とって、もうほんまやってる企画が川口春奈とめっちゃ被ってるんですよ。だから話し合うと思うわ。川口春奈ちゃんと俺は。前向きやな。いや、ほんでな。いや、動物の森の配信おもんないっていうか、別におもろくはないねんけど、前回のさ、その、二人世界じゃなくて、あの、ドラさんチャンネルの時に、はい、高一くんとかとみんなでやってたやん、はい、ほんで終わりました。ほんなら高一くんとこの子供が2人とも起きてたわけ、はいはい、で高橋くんとこの動物の森 YouTube で見ててみたいな、うんうん、でほんで俺の島に来たいってなったわけよ、その時に、はあはあ、ほんでいいよいいよって言ってその時に友達になったわけ、うんうんうん、ほんで光一くんとこの、上のお姉ちゃんと、これはあのハンドルネームで言うたら小雪ちゃんや今日は多分本名は多分出したらあかんと思うね。小雪ちゃんと下の子が、何やったかな、ハリチくんやったかな、うーんっていう名前で動物の森やってるわけよ、はい、ほんで友達になってるやん。ほんなら俺は普通に生配信してたら、その高一くんとこの子供がやりだしたらわかんのよ。うん、で、今から言っていいみたいな。ねほんで、おいでって言って、その空港を開けたら、2人が来るわけよ。そんなすごいな。すごいな。ほんで、その次の日やで、ね、次の日に、高一くんとこの上の子は小学生やろまだ。それぐらいやと思います。小雪ちゃん、はい、第一声、俺の島について、うん、そのキャラクターが、俺に喋りたいとき、スマホでこうやってな、やんねん。うん。で、それは本人がこう、スマホでチャットを打ってるわけ。なるほど、なるほど。なんか俺に言いたいことあんのねって言って、こうやって小雪ちゃんがこう、ってピッて押したら、小雪ちゃん、うん、そのキャラクターが、はって前向いたら、うん、昨日は父がお世話になりましたできた子やな。ねえな。しっかりしてるな。わざわざ俺を家にしまったんだよ。嘘やん。めっちゃかわいい。めちゃくちゃかわいいな。ほんで下の子は、まだ小学校4年生ぐらいなのかな。うん、で4年生ぐらいの男子って、なんやろな、サングラスかけたいねんな。まず空港に来んのよ。そのキャラクターがこうやってわーんって来んねんけど、まあ、大概サングラスかけとんねん。思春期が。かわいいね、それが。その、なんかあげれるんですか、そのゲームであげたりできんねん。そう、そういうの、そういうのもやってましたもんね、その、うん、アフター飲みの時にね。そうそうそう、これあげるわとかできんねん。ほんで、あ、俺じゃあ、今度じゃあ、ハリチの島行くなとか言って、高一くんとこの息子の島に行ったわけ、次の日。はいはい、ほんなら、なんかお土産持っていかなあかんわと思って、俺の家にあった流しそうめんセットっていう、流しそうめんできるやつ。や俺の家にあったっていうか、ゲームのね。ゲーム上のでしょ。俺の島にあった。何それ、めっちゃおもろいやん。流しそうめんのセットを持って、光一くんの息子の島に行って、これあげるわって言って、その流しそうめんのやつ置いたわけ。はい。うん、なら光一くんの息子はもう持ってんねん。なるほど。だから、全く拾い寄れへん。こうしてるわ。いらんねん。あ、いらんねんなー、みたいな。すごいね、だから今、今。すごいゲームやな、それ。だって、その時のアフター飲みは、お姉ちゃんの方から現金もらってませんでした。そう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 。ねえ。うん。
あの高橋くんにこれあげるって言ってお金も渡せ、お金ってあれで、その現金っていうかその島で使えるお金な、くれんねん。ねえ。これだって小学生にお小遣い持てんねんで。めっちゃおもろいやん、動物の森。すごいわ。動物の森すごいな。それを。いや、僕もだから高橋さんの配信見てて欲しなって、でも、なんかおもろいから。売ってないですよ。高いですよ。あはい、だから今抽選してるんですよ。6月の1日に抽選結果出て、明日買えるかどうかっていう。明日、はい、そう、抽選なんや。だって、この間なんか、あの後輩 の BKB おるじゃないですか、バイク、川崎バイク。うんうん、はいはい、あれ、動物の森内に劇場を作って、で客席置いて、お客さんをそこにゲーム上で招待して、でバイク出てきて、声も出せるんでしょ、なんか。あ、出せる出せる、うんうんうん、だからほうほう、そこでなんかトークライブみたいなしてましたよ。あ、すごいっすね、これ。そう、新しい形やな。え、じゃあ、そうそう、僕らがそのコンサート会場を作って弾き語りするってことも可能なんですか？可能やね。えぇ、ー、すごい。やりたい。いや、じゃあそれギャラでそうめん流しそうめんセットもらえたりするわけや。いらんわ。俺の島に来てくれて、蜃気楼歌ってくれたら流しそうめんセットあげる。いや、蜃気楼やったらもうちょっともらおう。流しそうめんセットはあかん。なんでやねん。流しそうめんセットって全然ワクワクせえへんの。いらんもろいよな、ほんま。すごい。だって昨日、高橋さん3時間ぐらいかけて、なんか露天風呂とかお風呂作ってましたよ、ずっと。へー、やりたいな。動物の森やってへん人からしたら、いまいち意味わからんかもしれないけど、はい、1個の島を丸々こう開拓できるのよ。はいはいはい。だから、ここにもう全部崖切り崩して、建物建てようとかもできるし、みたいなことや、なるほど。おぉ、おもろいわ、あれ。めちゃくちゃ面白い。やりたいな。じゃあ、で、ゼップ三田村を作れるってこと？作れるんじゃないですか？作れる。たくまクワトロも作れるってこと？でも全部一緒やって。作れる。そんなん、猪狩ミューズも作れるしやな。これどうやろな。作らしてよ、なんかあかんのよ、これだけ。いや、作れる、ほんまに。ちょっとやりたいですね。あ、でも買えないんですか、今は。結構難しい、買うのが。あー、結構むずいかもな。なんか、抽選に当たらな、無理かも。でも、俺もなんかようやくその島のそういう施設を作れるようになってんけど、そこまで行くのに多分50時間ぐらいはかかる。そう、50時間わからん、言い過ぎやけど、まあでもかなりやらなかん。10日間ぐらいは やらなかったんじゃん。うわー、厳しいな。しかも買えないんですもんね。ほんでやっぱ子供ってすごいやん、うん、はい、もうだから子供はもうえげつない集中力とゾーンに入ってるから、もう俺が行くってなった時の光一くんとこの子供のゾーンに入り方やばかったもん。来てみたいな。めっちゃよく見ましたね。光一くんとこの子供が2人やってる時に、俺の甥っ子も同じぐらいの歳やねん、妹の子供やねんけどな。妹の子供も来たことあんねんけど、うん、妹の子供も YouTube 見てるわけよ。ほんなら、うん、妹の子供は、うん、え？しーちゃん、俺のことしーちゃんで言うけど、しーちゃん、誰と遊んでんの？みたいな、何のよ。かわいい。焼き餅焼くんや。かわいい。で、なんか、しーちゃん、僕も行っていいみたいな。で、光一くんとこの子供と、俺の甥っ子と一緒に、俺の島で遊ぶみたいなことになったわけ。へー。ほんで、なんかみんなで、魚釣り対決しようみたいな。はいはい。ほんで、魚釣って、誰が一番釣れんのかとかもできんね、遊べんね。すごい。へー。
ほんで、その時に、光一くんとこの、小雪ちゃんが優勝したんだかな、ハリチが優勝したか忘れたけど、ほんで、うん、俺の、持ってるお金の、じゃあ、賞金1万ベルあげるな、みたいなんで、1万ベルあげたわけ。うんうん、ほんなら、うちの甥っ子とかが、わーって泣くリアクションしてるのよ。はいはい。うん、これもできんねん、泣くっていうのが。うん、泣いてんなーって言うたら、かわいそうに思ったその優勝した小雪ちゃんが1万ベルをこうドル袋に入れた1万円やな、これをどさっておいてあげるってやったわけ。うわっ、おいっ子ほんだらもらったらええやん、うちのおいっ子もその1万ベル、うんうん、でも多分横でうちの妹が見てんねんな、おかんや、うん、あんたそんな知らん人にお金もうたらあかんねとか言わせてるよずっとお金の周りでうろうろしてるいやもう拾ってええねんけどなって思いながらベルやしベルやし拾ったらええねんけど多分お母さんうちの妹の教育上良くないとか言うてんのかなみたいなんで最終的にめっちゃ迷って拾って、チャットでありがとうって書いたわ面白い、ちゃんと俺おもろ、そういう上層教育もできるということなんですね。できんねん、すごいな、すごいわ、ようそれ見てしずちゃんおもんない言うてくれたもんやで人間模様がすごい全然おもんないしずちゃんは やってないのゲーム、ま、全くやってないんですよ。でもなんかその、まあ、よくその動物の森やってる人多いんでなんかやったらいいやんとか言われるんですけど、なんか季節とかもそのこの連動してるんですよね、今のこの春。連動してる、連動してる。夏とかも、うん、なんか連動してるけど、まあ、そのコロナは動物の森の世界にはないじゃないですか。うん、だから、あっちの方がこう人と接触できるってなってきたら、みんなそっちが現実みたいな、なんかどっちが現実かわからなくなっちゃいそうで、そのなんか動物の森やってる女優さんの友達が、うん、なんか現実の世界で気を揺らしちゃったりしたらしいんですよ。いやいやいや。果物捨てきれへん。境目が。境目がね。ならへんやろ。ならへんやろ。どんなやつやそれ。どんなやつやそれ。いやでもなんかなっちゃいそうじゃないですか。あんだけずっと。なるか。だから、どっちが現実世界かわからんくないですよ。いやでもな、わかるやろ。いや、分からんでもないのが、例えばさ、はい、道で石拾ったとするやん。はい、まあ、これ石やけど、タヌキに打ったら金になるかとか思ってまう。簡単になってるじゃないですか。そんな技があんにゃ。そうか。完全にこっちは乗ってますよ。これハサミ2個いらんな、でもこれタヌキに打ったら結局金らしいやつじゃん。誰やねんタヌキって。タヌキは何でも買ってくれんの。タヌキは何でも買ってくれんねんみたいな考え方になってる。誰なんその女優さん、おもろいな。面白い、めちゃくちゃおもろい。なおちゃんっていう、なおっていう、あ、なおちゃん、あの番に出てた、あなたの番ですので出てたなおちゃんで、うーん、がめっちゃハマってて、夏空出てたやろ。夏空は出てましたね、多分。なお、はい、多分。私見てなかったんですけど。なおっていうだあの、下の名前だけでやってる子です。わかるわかる、もちろんわかるよ。はい。いや、星なるな、こんな聞いたら。いや、これ誰かこれ見てる人送ってくれないですかね、動物の森。いや、お前さ。動物の森的な考え方になってるやん。それはあかん。それは風船で漂ってるプレゼントをパチンコで売って、取って、プレゼント開けて、ゲットする。それは動物の森でしょ。いや、ちょっとな、東京の空に何個か風船飛ばしてくれへんかな。頑張るから。いや、全然関係ないやつが取るやろ、それ。頑張るからちょっとそれで欲しいな。いやもうなおちゃんやばいじゃん、そんなもうパンパンやるやん東京の街で。面白そうやな、うん、いやこれ一番最先端のゲームですかね。そんなもう声も出せるし行き来できるし。いや俺他のゲームやってへんから分からへんけど、でもめっちゃくちゃ面白いで。
俺はね、コールオブデューティーっていうゲームばっかりやってて。何なんそれ。COD 戦争ゲーム、あのサバゲみたいなことを、要は戦争ゲーム、うん、ハードは何なの。ハードハードはプレイステーションで、あのスマホもあって、結構今バンドマンたくさんの人がスマホバージョンのその COD コールオブデューティーをやってんやけど、初期の作品からずっとやってて、そんなにうまくはないんやけど好きでやってて、でそれはこうバトルロワイヤルっていう、あの今そのバトルロワイヤルのゲームっていっぱいあるんやけど、フォートナイトとか、でそのコールオブデューティーはこう地図があって、でこうすごい広い地図やねんけど、だんだん外からこうガスが近づいてくる円で、最後はもう2メートルぐらいになる、めちゃくちゃ広い島、一つの島がもう2メートルぐらいになるから、要はガスの中、ガスに巻き込まれたら死んでしまうから、そのマップ上に150人ぐらい散らばってんやけど、最後は1人しかとか3人しか残れへんわけ。最後に生き残るのは1人みたいなこと。そう、優勝者はもうワンチーム、それが2人1組のチームなのか3人1組のチームなのか4人1人のモードはあんやけど、目線はどういう目線でもう撃つんですか、敵を。そう、目線はもう自分目線、こう人が見えるの。僕あの朝ドラの話ちょっとしたんですけど、あの半分青いでした。半分青い、すいません。夏空は漫画の話で、半分青いは扇風機を作る話でした。失礼しました。あ、しずちゃんと言ってたやつや。うん、なおちゃんのな。あ、なおちゃん、なおちゃんが出てたのは半分青いの方ですか。あれ、うん、あ、そうか。私どっちも見てなかった。なんか見たりや。なんかあの最近ほんまにゲームやってる人めっちゃ多いじゃないですか。たくまくんがゲームやってるイメージないな。いや、めっちゃ、いや、たくまくんやってるイメージある、よくやってる。でバンドもすごい多いし、やってる。うん、でなんかめちゃくちゃ綺麗な人3人座ってて、うん、あのお店 で、うん、なんかゲームが上手いとかっこよく見えるっていう話をしてはったんですよ。まあ、それは現実の話？グータンヌーボで言ってました。お前な、中目で見かけた話のようにグータンヌーボなんてないよ。でもこれどっちなんですかね、この同じ島で遊ぶけど、たくまくんはもう殺し合いして生き抜いていくっていう遊びで、高橋さんは島で子供たちと釣り大会してお金渡して、流しそうめんセットとかあげて。真逆のゲームする。確かにせやな。じゃあ、ね、そのハサミが2つあったらタヌキに打ったら金になるなみたいな瞬間的な、そのなんかこう発想も、そのコールオブデューティーも山とかビルとか、うん、なるべく上の方を取った方が有利やね。だからみんな早めにガスが来る前に高い強い場所を取んねんやんか。あ、なるほどな。たまに取りに行くんや。そうそう、たまに街歩いてたら、うわ、あのビル早上登らないみたいな。早めに上行かな取られるみたいな。やってるやん、コールオブビューティー病なってるやん。だからコールオブビューティー病は受けなさそうやな。受けへんけど、かっこええけどな、なんか男としての色気感じるわ、コールオブ、どっちの方が。コールオブデューティー。いや、だってコールオブデューティーの方が。殺し合いでしょ。でもその、何が面白いって、その協力、そのダウンしたら蘇生せなあかんみたいな。そんなもんね。蘇生すんのに15秒20秒かかるから、その間に2人ともやられる場合があるから、なるほど、こう見つからへんところで素早く蘇生したりとか、時には 蘇生すんのを諦めて敵をやっつけなあかんと、見捨てなあかんとき、うわあ、その連携がめっちゃ面白い、ね、なるほど。でも例えばさ、コロナが終わって10フィートがライブやるときに、なんか高いビルがある街行ってジャーンって MC で、あれ、あの登りたいよなーって言っても受けへんやん。受けへんわ。もうクワトロとかでやる場合絶対言わないといけない、ね、クワトロ全部上にあるんで、パルコの上に。それはそれでFTで来るよなーって。もう室内の場合はとりあえずあのスピーカーの後ろ隠れみたいな。出たらあかん、物陰に隠れみたいな。でも
小道具ギャグとかでハサミでこれタヌキに売りたいよなって言ってもこっちも受け出さそうですけど、ね、こっちもこっちでマイクに刺さってるピック5枚これ4枚タヌキに売ったら金になるなみたいなどっちもどっち一応俺もこの自粛終わってからのなんかリモート収録とかテレビ収録でなるほどなるほどこれタヌキに売りに行きますわっていうのは何回か言うてるけど使われてるから大体一緒にいる人が動物の森やってへん人が多いんで意味分からへんみたいな。そんな状態でよくそのギャグぶっ込めますよね不安じゃないんですかいや、まあ、なんか自由な時はいけるやん。自由な時なちょっと俺トイレ行ってきていい？あ、どうぞどうぞ。はい、いいね。いや、おもろそうやな。ちょっと興味湧きましたよね。いや、動物の森めっちゃ面白そうやな。興味湧く。多分、やったらハマるんやろなっていう気はするから、うんうん、だからやったらやばいなっていう。確かにな。ちょっと誰かがやらなくなったらそれもらおうって僕はもう思ってますね。でもなんかゴールないみたいやで、ね、もうそのボスとかもおらんし、あずっとその年取らへんのやんね、死なへんのやん、でも自分の方が先死ぬやんか。シルちゃんなんでそんな怖いこと言うの？いやでも怖いって。何年先までやる気やねん。なんかでも年も取っていってほしいっていうか。なるほどね。なんか。だけどずーっと永遠にそのなんかこう多分結婚とかもせえへんよね。いや向こうでなあるんじゃん。今度ないんかな。あ、結婚して子供生まれてみたいなのもあるの。あるんかな。いや分からへんけど。あったらすごいな。あ、ないんや。多分ないって聞いたから。でも死ぬ設定とかあってさ、50歳ぐらいで突然死んだどうする。いやや。もう10年とかやってきて50歳とかで死んだらもうかなわんで。でなんか食べてるもんの食生活でだんだん乱れてきたりな。そんなリアルだって言ったら怖いわ。いや怖い。結婚して子供できて喧嘩して真剣どっちが持つねんみたいになってもつらい。つらい。大きい魚釣れた方が真剣持とうみたいな。もう戦うゲームないから。つらいつらいやんそんな。リアルすぎるのもしんどいか。裁判は時間とベルがかかるからやめとこうみたいな。示談でもうええやないかみたいな。そう、しんどいしんどい。しんどい。重いし。しんどいな。なんでやねん。違います。違った。予想で言うた。博打の一言違った。すごいな。チャレンジャー。大方いけたな。いけた。いけてる感じですね。ほんで何次第ちょっと今何の話したか知らんけど、はい、一緒に俺と一緒に怒ってほしいことがあんのよ。あ、そうやって言ってましたね。この間な、そのドラさんチャット行った時にな、はい、なんかたくまくんが後から来たわけ。はい、配信が終わってから。はい、うん、アフター飲みみたいな、ね、おもろかったわーとか言って、うん、ほんでしかも家で見てたらしくて、はい、でこうズームやるんやったらそのこっちの防音の方がええやろっていうのでこう部屋に家に来たわけよ。自分家に津田の誕生日もあるし、はい、みたいな、はい、で来てこっちの部屋に来てめっちゃおもろかったわーみたいな。ほんでな、今の間にな、ドラさんチャンネルのな、調理の時にな、作る曲作ってって言って。言ってた、言ってた、言ってた。みたいなんで、これ聞いてみたいなんで、なんか、LINE のグループに送られてきたやつ、その、曲作ってんねん。はい。ジングルな、ジングル。ジングル。料理クッキングの。今から料理始まりますよ、みたいな、番組ジングルみたいな。15秒ぐらい。で、ほんでここにね、津田さんのこの一言があったらねみたいな。いや何イメージ膨らみまくって。で津田も「あ、分かりました、やります」みたいな。次の日その声送ってくるみたいな。完璧や、はい、みたいなやってんねん、たくまくんな。いやちょっと待ってくれと。うん、
いや、その、お前、そのクリエイティブ、まずこっちのテーマ曲で作らない。かこれは絶対そう。何してんのあれ、マジで。で、俺、いや、俺、その、飲んでる時にやで、ノリで、はいや、はい、こっちのやつも作らんかいとか言うてんねんけど、マジで、たくまくんは、なんか、はい、なんやろな、ゾーンに入ってんだろな、その、はあ、ドラさんチャンネルのメンバーに作ったことを伝えたいか知らんで、うん、ゾーンに入ってると思うね、うん、これだみたいな言うてるから、俺のツッコミも聞いてへんし、俺の作らんかいに対する返しもあれへん。高橋さん、完全に無視されてましたよね。無視されてた。無視してないって、二人世界はええわって言ったんや。どういうノリやねん。だから無視はしてないって。無視ちゃんと断った。二人世界はええわじゃない。ちゃんと断ったんだ。ちゃんと断んな。いや、お前どういうことなん。ちゃんと断るって。いや、それが、だって、イガリも、はい、も何こっち、レギュラー、っていう感じでこうやり、はいはい、さっきやり始めたのにやな、はい、ドラさんにいきなりドラさんチャンネルのジングル作ってやななんで二人世界の作らへんねんっていうのがなんか妙に脇腹に刺さっててずっとでもう俺もドラさんで作ろうと。いや逆やろ、ほなら俺作ろかやろドラさんがもうジングル高なりますやから、ちょっと多いっすよ、向こうジングルばっかり。西田ごめん、高じゃなくて肩や。肩。うん。これも思いました。それはごめん。はず。あ、隠れた。はずかれ、ちょっと一応、俺らが見逃してもらってるから。2分の1で間違えた。2分の1間違えた。ドラさんチャンネルの方は、その、うん、エンディングとオープニングは僕、ここに、参加するかどうかぐらいの時に作ってたんで、うん、まだ僕に罪はないと思うんですよ、やっぱり。あ、そうなんや。はい。でも、いや、せやな、俺はだから、猪狩君に罪はないと思うね。猪狩君が、うん、あ、ドラさんの曲作ってるやん。ほんで、それはもう向こうの先作ってたな。うん、ほんで、俺も猪狩君に作ってほしいな。でも、うん、厚かましいやん、なんかそれって。わかる？猪狩君作ってやって、なんていうの？なんか。その厚かましい、それは俺よう言わんわ、はい、だからありがたいです、この気持ち、ありがたい、そっちから待ちというの作りますね、待ちの顔をずっとしてるけど、あー言うてけへん、言うてけへんなと思ってたけど、まあでもそれを言うのはな、野暮やな、さすが京都の人、言わへんでな。ほんで、たくまくんな、かたや、はい、一方、たくまくんですよ。たくまくんはもうこのチャンネルの俺と一緒にやってるメインや。はい、はい。でも、なんか、一番最初に一人世界歌ってくれたし、最初にな。うん、もうあれだけでも十分や。俺からしたら。うん、あんなかっこいいことないわ。はい。うん。で、曲作ってなんかもう、そりゃ、そう言わへん。たくまくんがいいって言っても、事務所が OK せえへんわ。とか、レコード会社の人が切れてくんちゃうかな。だから俺はもうそんなことは言わんとこうと思ってたら、うん、ドラさんチャンネルの時仕事早かった向こうと、高橋くんの料理見ながら作って、いやそんな感じで作るそう言ってた高橋くんの料理作った言って、高橋さんサラダを、ね、巻くっていうすごいヘルシーな料理やったのに、うん、めちゃくちゃメタルとかミクシチャーのハードな音楽の、ちょっとあのドラさんチャンネルの曲今出されへんの？ あるで多分。これ聞かせていいですか？ちょっと待って。まだ向こうで使ってないんかな。使ってないと思うっすよ。俺が確認してる限り、これあれっすよ、流したらまたドラさんチャンネル乗り込んできますよ。流したら情報回帰も半分かかってこいや。半分かかってこいや。でそっちが先オンエアやねんって来ますよ絶対。それはでもええや別に。たくまくんの曲ですからね。うん、そうや。うん。せめてこっち出させてくれや。ジングル。ほんでな、その時。うん。津田のなんか一言欲しいねんってたくまくんがちゃんとしたそのプロデューサー的な目線とノリで言ってるわけよ。ほんなら、はい、サクさんがめっちゃ酔ってんねん、ワイン飲んで、はい、ベロベロやねん
ベロベロでしたね。一人ベロベロでずっとドラムのシンバルをシャーンって叩き鳴りやってた。もうええっちゅうねんみたいなのやってて、やってるサクさんがベロベロに言いながら、津田さんのやつはまた今度来てもらって、それをその時に、なんか一言取らしてもらうみたいなことでみたいな酔っ払って言ってる時に、ひがりくんがいやもう今取ってもらったらいいじゃないですかみたいなやったっけ、はい、なんか軽いノリのこと言ったら、はいはい、お前さ今本当の会議してんだからやめてくれよみたいないやみんなで飲んでねんでみんなですごいたくさんの人がおもろかった。その横で光一くんの画面の後ろで子供が二人集まりやってるみたいな。ほんでずっと後ろでみんな真剣に座って喋ってるのに後ろで高橋さんどこ行ったらええの子供がずっと騒いでたカオスでしたよね。おもろかったな。あれめっちゃおもろかったあの。だからかけてもええんちゃう別に。ちょ聞きたいは聞きたいですけど。めっちゃ聞きたいです。おあるで。これまた音量があれじゃないですか。ここで、なんか、ドラさんチャンネル方式でいいの多分、ええんちゃう？ドラさんの高一方式で。多分ね、近づけすぎない方がいいっぽいです、どうやら。そうなんや。なんか、ある程度の距離感の方がいいっぽい。いいんかな、これ、絶対。こっちで回帰おもろいな。いや、絶対乗り込んでくんで、これ。簡単に来るであれ。あと三部っていうやつおんねん西大見てました姫路の狂犬やねあれ確かに姫路の狂犬がおるから怖い人苦手やから俺吐くがすごかったからもう俺クルイーヌ苦手やねクルイーヌ狂犬ね絡まってたな三部と三部たくまとちょっと立つまでやねんな。聞かせてください。いくで？はい、喋らんほうがいいの。あ、ごめん、ちょっと待ってよ。うわめちゃくちゃええやん。こっち全然聞こえへん。全く聞こえへんねんけど。めっちゃちゃんと聞こえました。あ、聞こえた？はい。超もう思いっきりドラさん言うてるやん。ラジオ感めっちゃ出てるやろ、ラジオ感。いやいやいや、ラジオ感めっちゃ出てるやろ、ちゃんと。すごい。なんでそのクリエイティブこっちに出さへんねん。確かになんかこの。二人世界もまず曲選考で始まって二人がバーって出てくるみたいなのも良さそうですもんね。絶対それがいいっすよ。今のあれなんでやねん。だから配信たくまくんなんで二人世界はええわの意味が分からへんの。いやうちも誰かにやってもらった方がおもろいやん。それやったらあ逆にね、うん、外からもらった方が絶対楽しい。あそっかそっか。あ分かりました。僕もトラさんチャンネルで最初、うんゲストみたいな形で出て、うん、でそこで作るノリになったんですよ。はいはいはい、はい、誰かゲスト呼んで作ってもらおうぜ。そうしよう。その方が楽しいやん。探していいですか。もうゲスト呼ぶ。探してバンドマン呼べ以外誰か呼んでやってもらおうぜ。やっぱあの最初絶対ある方がなんかかっこいいっすよね始まるの。うんうんそうやな。ほんで、オープニング V 作ってもらうわ。すげえ。あ、オープニング V、あ、いい、やってもらいたい。いいやん。今、ヌベーって始まってもらう。めちゃくちゃかっこいいオープニング V 作りたいな。めちゃくちゃかっこいいオープニング V 作って、うん、で、ぬるっと始まるっていう。うん、あそや、あと一個言うの忘れた。ドラさんチャンネル、うん、二人世界で、
ファミリーレストランの原田っていう俺の後輩がおんねんけど、はい、滋賀県住みます芸人の、あ、その原田が直樹くんとロットンのゆういちくんに出てもらってたの、うん、昨日チャンネルに、はいはいはい、で YouTube 生配信してんな、はい、してました、シャステチューブで、シャステチューブだからあの直樹くんとゆういちくんはシャステチューブのメンバーではないねんけど、でも一応シャステチューブのメンバーにさせて、これでもね、一応直樹くんと雄一くんと原田さんはもう直樹会っていう直樹くんのグループなんですよ。そうやろ、直樹くんのグループ、はい、直樹のグループで一応チャンネル持ってるの原田さんがやってるから、これドラさんシャステチューブ二人世界って、これ三つどもの戦いだって、これ大河ドラマ黙ってないですよ、これ黙ってるやろ黙ってるやろ黙ってない、大河も黙ってるやろ、静かにしてるやろ、完璧にねいやこれはだから直樹くんと雄一くんはシャステチューブの人じゃないから、昨日見てたら、はい、その原田のチャンネルの相談を受けてるわけ、はい、何やったらいいですかねって原田が言って、はい、滋賀県のことをもっと発信していったらいいんじゃないですか吉本の社員かみたいなそっちのクリエイティブ出してたわでもそことのコラボもおもろいよな、確かにね、面白いな、もうちょっと直樹くんと雄一くんには悪いけどシャステチューブとして来てもらうっていう背負ってね、ちょっと一人送りまして、あのこの後入れるみたいな感じで、はい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 、返事待ちやな、あの既読になってるんで、ああほんまに、ちょっとでも既読になってるけどまだ返事は来てないんで、その人は結構こう曲は全然作っていけるようなタイプの、作ってくる、あ、こ、あのソングライターではあります、バンドの、うわあそういう時にさ、どうしたらいいの、俺が言うのは厚かましいやん、だからしずちゃんが言うのいいじゃん関係ないやん、いや私あとなんか制作とか予定あるある場合は頼まんとこな、もうそいつ、あの、その人、そのゲストが悪者になってまうし、まあ確かに確かに、うんうん、そういう時はどういうこと、どういうこと、制作の予定ってどういうこと、あの曲作りとか他の予定があってできひん場合はここ、あ、忙しいからいきなり頼まれて断れへんの悪者になってまうから、あ、せやんな、なるほど、結構制作せなあかんってなってる時結構追い詰められるんですよね、そうそうそう、精神的にも考えられへん、あ、だからもうこれもこのノリ自体が厚かましいもんな、いや今はいいんじゃないですか、うん、厚かましくはないけど迷惑やな、おお失礼失礼や、敵に行くのはええでんな面白いわ、お前のアコギの弾き語りを聞きたいわお前のお前のとかって喧嘩越しで好きみたいなこと言わんといてあ、面白い、だからなんかその来てくれはった時になんかそれを2人、うん、高橋さんと拓磨君、このなんかなんでやり始めたかみたいなコンセプトを言って、でなんでその方を高めて、向こうがなんかオープニング曲作りましょうかって、言う街を作っていくっていう、そんな言うてけえへん言うてけえへんオープニング曲作りましょうかなんか言うかいなかそれを引き出すワングランプリやりますよ今からこの子に僕はちなみにですけど、僕はあのドラさんチャンネルの方はなんか僕オープニング SE 作りましょうかってなんか僕が発言しちゃったんですよ。 そうなんや、そう、そういう場合もある、だからそんなを引き出すワングランプリっていうのはもしかしたらできるかもしれないですいや、え、猪狩くんはやっぱりなんていうの、言いやすいやん、うん、はい、まあもう今抱かれまくってますから、まあ、僕確かに猪狩は言いやすいな、うん、僕ちょっと配信、人によるよね、だから配信とかその作曲の方ももうめっちゃ抱かれまくってる、うん、今僕、うん、なんかこうやっていつでもどうぞ作曲のご依頼みたいなこと適当にこういうとこで言ってたらほんまにいっぱい来まして、何作るの、例えばなんかテイクアウト、うちはテイクアウトをやっ
ってますっていう動画を撮りたいんやけど、音楽が欲しいからその音楽作ってくれませんかとか、あのこれぐらいのお金で作ってもらえませんかとか、なんかめっちゃ円ベルベルやったらお前流しそうめん流しそうめん機さくらんぼ取ってなし取ってそうベルの価値知らんどれぐらいでそうなのか知らんタヌキそうなんですよ、そういうの増えてね、ほんまに。すげえ、すごい、うん、なんできるだけそういうのもちょっと俺も暇やし、別になんか作っていこっかなと思ってて。いいやんいいやん。かといってこの二人世界で作るって絶対一言も言わへん。そこは二人世界はええわ。いや、なんでやれ。二人世界はええよ、そんな。なんでこんなに二人世界にやる気が起きないんでしょうね。俺もそうなんですよ。いや、なんやったら俺もうほんまにこのずっとトークのバックでずっとあのミュージックかかってる方がええわ。まあそれ、ゆるいね。だから2時間の曲作れん。いや、そんなんもうジブリのオルゴールでええやん。歯医者さんみたいに。あるあるあるけど、しかもあれ好きやけど俺。俺もあれめっちゃ好き。いや、でもワクワクして、え？わかります、すごく。あの、ちょっとラジオの裏とかでかかってるような、ちょっと。そう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 。落ち着いたオーセンティックなレゲエとか、うん、そういう感じっすよね、多分ね。うん、まあ、作らんけど。作れや。お前ピンと来てんねやろ。めちゃめちゃピンと来てます。ピンと来な、こんなの。せめてピンと来な。めちゃめちゃ想像ってきてるもん。はい。沖縄のあのあれ見たけど、曲作るかなと思って永遠見たけど、一個も曲作れなかったな。僕らの曲紹介動画ですか。おすいません。そんなん見てくれたんですか。なんかな見てくれたんや。はい、ヘイ・スミスのな、アルバムのな、全曲紹介のな、あの、うん、やつ沖縄で撮るって言ってな、YouTube で。YouTube で配信か、わからんね、あれ違法配信か。YouTube で配信か。ほんで、はい、ヘイ・スミスの全曲紹介のやつを撮り回って言って、沖縄のビーチに集まるわけ、メンバーが全員。で、うん、朝やで、あれ多分。ほんで、ワンカメでこう固定や。ほんで、猪狩君おって、メンバーの皆さんおって。今からじゃあ、適当に飲もうみたいな。ほんで、全曲紹介しようみたいな。もしかしたら、これやってる間に一曲生まれるのかもねーって言って始まんねん。全曲紹介。で、みんなが早送りで、わーって一日中過ごしてる姿が映んねん。で、途中、猪狩くんはずーっとビーチで寝てんねん。で、矢印で曲作ってますって出んのよ。はあ、で、その間に他のメンバーの皆さんが、この曲ね、どうのこうので、みたいな、こんなに踊れる曲ができましたとか、こう、いろんな曲を紹介しながら、こう、一日飲んでんねん。ほんで、だんだんもう酔ってくんねん、みんな。こう酔っ払ってんな、こいつ、みたいなのがあって。でおもろいね、それも。ほんで、わーって言って火が沈んで、最後、猪狩くん起きてくんのよ。おう。で、曲できたんかなと思ったら、はい、終わりましょう。いや、お前、テンション高い。何やった、お前待ちやだよ。お前待ちやだよ。メンバーの皆さん、帰りたかったでしょうね、と思った。二人世界ではこんなサービス精神旺盛やのに。くだらしいね、あれ。なんでしょうね、ごめんなさいとしか言いようがないっていうか。え、その時は作るつもりで。いや、作るつもりないね。最初からもうちょっとやったんですよね、みたいな言うね。ほんで、メンバーの皆さんは、酔うてんのともう長いし、もうしんどいわ、みたいなことで、はいはい、みたいなんで終わんねんけど、これやったらもうこいつ、お前さ、なんか嘘でも作れやって言うねん、あれ、見たけどな。ありがとうございます。
あれヘイスミやな、めっちゃ。いや真剣に作ってたんですけど、ほんまできなかったですよマジで。ほんま真剣やったんですよ。そういう日もあるんですよ、ほんまに。すごいな。あれ、アルバム発売の直前やったっけ、あれ。そうですね。こういうアルバムが出ますよ、みたいな。やな。アルバムした瞬間ぐらいかな。まあ、そんな感じ。はい。すんません、見てもらって。たくまくんとかは、たくまくんとはその料理コーナーとか見てて、曲が降りてくるっていう感じなんですか？いや、なんか物事を。あ、見てる途中に、あ、やろうと思って、しかもその、猪狩がその前に番組放送中に速攻で作ったっていうのが。あー、ちょっと待って、来たね。あ、嘘。来た？来た？ゲスト？僕のお友達来ましたか？あ、マジで？誰？こいつに、だから、向こうから曲作りましょうかって言わせるように頑張りましょう。OK 。こいつっていうことは？はい、呼んでください。入れてください、ぜひ。はい、来た。うわ、出た。うわ、ほんまに来てくれたやん。ほんま。来たよ。しずちゃんと同じぐらい横なってる。横なっとる。やっほー、聞こえる？あ、聞こえてます。イエーイ。ありがとう。ありがとう、ゲン。そう、そうやれば、こんなの。ありがとうな。いけてますか？いけてる。いけてくれました。ありがとう。しゃべれてます。ちょっと待ってください。どうしたらいいんですか、これ。横向けてるよ、めっちゃ嬉しいわ。これっすね。ありがとう。何やねん、その写真。腹立つわ。ちょっとこれも恥ずかしいんで変えたいですね。来た来た来た。フォーリミテッドサザビーズのゲンでーす。おー、ゲンさん、サンキュー。ありがとう。お邪魔します。うわ、ほんまに来てくれたんや。ゲン君が、はい、こうメトロックの特番の時に、はい、言ってたんよ、あの猪狩君とやってるから来てって言って、すぐ実現しましたね、マジで来てくれたな。これは嬉しいな、楽しいな、うん、いいよ。しかもさ、なんかなんやろな、ゲン君が来たら、はい、急になんか年齢層が若くなって全員が緊張しだすっていう。ほんまや、フレッシュやな。いえ、初めまして。そうですよね。すみません、吉本のミサイルマン西田と申します。フォーリミテッドサザビーズのベースボーカルゲンです。お願いします。お願いします。いや、最高。さっきちょっと見てたんですけど、うん、なんかもうたくまさんがなんか戦争のゲームやってるって聞いてショックでしたよ。そんな人じゃないと思ってたんで。ダブル&ピースとしてやからな。いや、そうですよ。なんか殺すみたいなこと言ってたから怖いなと思って。いや、お前、この間一緒にやってたん、お前んとこのメンバーや。そうなんすか。ボリミのメンバーや、一緒にやってた。ありがとうございます。あ、そういうつながりもあるんですね、やっぱり。あるある。やっぱ仲良くなるツールとしてもゲームはありっすね。うん、あ、盛り上がるで、曲の話とかも。いや、僕ほんまに今そうやり、本気でこの自粛中にちょっとやりたいなと思ったのは、そのゲームと、うん、あと、はい、あの出会い系アプリやってみたいなと思って、うん、あー、やってみたいっすね。やってみたくない？はい、なんかマッチングアプリ、それこそ僕の画像使われてるぞとかよく言われるんですよ。俺もあんのよ。俺も言われんの。てか俺ファンの人か知らんけど、なんか一緒に写真撮ったやつとかで俺も写ってるみたいなのをよく使われてるみたいで、でライブ好きで。確かにあれは俺もやってみたい。やってみたいですよね。うん、ちょっと友達でやってる人がいないんで、マッチングやってみましょうよみたいな感じですか。それがアプリでも女子の方がめちゃくちゃやってるみたいよ。普通に。結構楽になってますよね。乾杯しよう。一回乾杯。あ、乾杯しましょう。乾杯しよう。え、ゲン君、酒飲んでんの？はい、今から飲むとこです。オッケー。ようこそ。いいや。乾杯。いやー。盛り上がってまいりましたよ。すごいな。嬉しいね。え、10フィートとフォーリミはどれぐらい違うの？はい、キャリア。年齢ですか？キャリアですか？うん。全然違いますよ。全然大先輩です。
どんな感じなん？俺らで言う誰なんやろ？なんだっけ、僕で言う亀仙人みたいな感じですね。だいぶ、そんな師匠やそういう感じだと思います。はい。まだあの甲羅をこう背負ってる段階です、僕は。ゲンクはいくつなの？今31です。ああ、まあ、10個ぐらいちゃうとね、年齢で言うたら。そうですかね。あうん、多分、たくまくんとはそうだと思います。ねえ。もう皆さんが何歳かとか、あんまりでも意識しなくなりましたね、自分も大人になって。うん、さバンドマンのさ、なんか、若いんかな、フォーリミは若手やんな、まだ。若手になんの？まだ若手でいさせてもらいたいんですけど、うん、多分先輩たちがずっといる限り、ずっと若手なんですよ、僕。確かに。うわー、うん、俺らと一緒に。まだ声出しをロケ行ってますもん。そうですよ。大阪でまだ声出しをロケ行ってるから。無理ですよね。だら僕らすごいあのゲームとかと飲むときって、その芸人さん、そう、さっき高橋さんが言ったみたいに、うん、自分たちで言ったら誰なんやろうみたいなことをよく僕らやるんですよ。うん、なんか、ブルーハーツって、なんか、さんまさんかなとか。あダウンタウンが廃したかなとか、うん、思いました。そういうのよく話すやんね、うん。でもほんまに先輩、こっち音楽業界の先輩ずっと上にいるんで。うん。だからたけしさんとかが J ウォークさんとかちゃう。そう。そういうことなのかな。もうサブちゃんとかじゃないですか。サブちゃん。あちょっと氷入れてきます。なんか面白いよな。なんかその辺の感覚というか。でも、フォーリミはだって京都大作戦も出てるやんな。何回も。はい、出てもらった。はい。もうほんまごめんな、酔っ払った痛い素人の質問で。はい。はい。玄君からしたらさ、あ、え？はい。ゲン君からしたらさ、はいはい、京都大作戦に出るのはどんな感じなの、はい、そのフェスとして。もうそのすごい京都大作戦に対する思いはいくらでも話せるんですけど、猪狩さんからずっと電話かかってきてるんですよ、うん、今。あ、ちょっと出てあげて。どういうことですか、ちょっと一回聞いちゃった。え、なんかサプライズパーティーとかされるんですか、これ。なんすか、ミッションミッションかな。ミッションかもしれない。一回じゃあ音声聞いてみ、これ出れるんですかね。間違えてるだけかな。え、どういうこと、なんだろう。ちょっと待ってよ。あ、一回消えた。なんやろな。あ、退出をしてしまったんじゃない、あいつ。なんかムカつかれたんかな。かわいい。絶対ボタン間違えたパターンやこれ。俺がもう今めちゃくちゃいい音楽シーンの話をインタビューで行こうとして、ね、高橋さん？ん？高橋さんが音楽シーンのその大作戦の思いとか聞こうとしてるときに、ちょっとしずちゃん玄君来てからすっげー女の顔になってましたよ。なんか気づいてました、みんな。え、女の顔になってた？めっちゃ顔、あ、なんかめっちゃ可愛い顔でずっと玄君来てからちょっとなんか写りめっちゃ気にしてた。ちょっと可愛い。可愛いな。いやんかい。しずちゃんほんますごい。いや、しずちゃんはマジで。そらサントリーの CM も来るわ。可愛いな。可愛いもんな。いやいやいや、まあ、オンラインではちょっと青優と競ってるんで。いや、もう買ってる。オンラインの青優見てへんもん、こっちは。もう今抜いたで。抜けました。うん、私もうずっとオンラインで生きていきます、もう。そしたら。あれ、ゲンどこ行ったんすか。ゲン絶対ミュートボタンと間違ってると思う。携帯でやってたんですよね。
うん、ミュートボタンやと思って、来た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 退出になってたんやと思う。またモキがモキがごめん、元君、大丈夫？すいません、戻ってきました。かわいいな。ありがとう。いえいえ、すいません、ちょっと、のっぴきならない事情があったみたいで。な、元君、ごめん。また横向いてんで。横あれ、またなってます。これは。なんやねん、その写真。え角で角で赤いパーカー着て。どうなんすか、なんすか、何が出ちゃってるんですか。半分顔が写ってる、なんかようわからん宣材写真。うわー、最高。うん。え、これいけてます？いけてる、いけてる。OK。ありがたいわ、ゲン。俺、そのなんか、一瞬出た宣材写真みたいな、これ、何のことかわかんないです。すごく怖かったんです。マジでなんか、ゲン君来てめっちゃコメント来てるで。あ、そう。ありがとうございます。どんなコメント来てますか？ムッキー。ね、いらん、それ読まんでええ、そんなの。いや、その、わかりやすいコメントにしてくださいよ。うん、感情のことじゃなくて。どのムッキーですか？ムッキーって。いや、同じやつです。嬉しいですとかそういうくらい。わかりやすい。いや、そんなん山ほど来てるわ。多分、嬉しい表現なんやろうけど、よ何言ってるかわからない。おだからこの、あの、例えば、はい、第7世代が来たみたいな感じなんですかね、お笑いで言うたら、こう、中堅ぐらいでみんなでやってるところに、こう、ノリ的にはそうじゃないですか、多分。そうかもしれないですね。うん。ああ。いわゆる第7世代ぐらいの世代だと思います。ああ。年齢的にもね。お笑い界だと。はいはい。そうやんな。うん。確かに。なんだろうさ、第7世代、まあ、霜降り明星やとしてね、うん、うわこの質問ええんかな、え大丈夫っしょ、たくまくんは誰なの、はい、あそういうことか、僕らが霜降り明星だとしてですか、誰ですかね。危ないで、ゲン、これ、ほんま、気つけて。怖いっすね、怖いっすね、なんだこれ。すごい試されるじゃないですか。いやいやいや、難しかったらパスして。ま、難しかったらパスして。ああ、誰なんだろうな。そんなつもりないから。難しかったらパスしてや。確実にでも、なんか、人権派な方だと思うんですよね。人権派、はい、人権派わかんないです。イメージです。コメディアンって誰よ誰なんだろうな。ナインティナインじゃないですか。ああ、すごい絶妙なとこ。こちらを作ってるっていう人とね。そうですよ。へ、ね、えー。あ、宇治。あ、はい、無事。あ、そうなんですね。数字やしな。あ、数字ね。確かに。ほんで、高橋さん。はい。あの、さっきちょっと原稿が間違えて、あの、退出する前のあの質問、もう一回。古いシグナル。シグナル古。シグナル見てるけど分からへん。シグナル古。あー、あれか。え？何やったっけ？何？なんか話してたね、そういや。はい、あの質問。大作戦の話ですね。あれ？そう、大作戦の話、大作戦の話。はい。もう大作戦にあの呼んでいただいたときは、うん。もうやっと10フィートが僕らに気づいたかと。もう分からんやな。いや。いやいや、こう、やっぱこう、若手もずっとチェックされてるじゃないですか、10フィートは。うんうん、でこうやっぱ近場の若手とかこう呼ばれてたりすると、うん、これいいなみたいな、いつ俺の名前来んねんみたいな、ずっと思ってましたね、呼ばれるまで。でも本当呼んでもらった時は嬉しかったですね。いやこちらこそ嬉しかったよ、事件だなと思いました。あのいや数字の出てきたなみたいな数字一問出てきたなみたいなその顔なんか言うとってくださいよこいつみたいな顔4出てきたなみたいなね。なんていうんやろう、その要はなんていうの、世の中でガーッとこう
もうフォーリミがフォーリミフォーリミってなる前からやっぱ俺らは友達の紹介でも対バンで見たりでもとか前から知ってたからもうめちゃめちゃもうすごかったんずっと。もう時間の問題やなみたいな存在やったから。でなんかでも俺ら京都大作戦ってそのつながりがあったり流れがあったりまたたまに俺らが昔から憧れてた先輩とかなんかそういうストーリーというか、うん、縁とかそういうものの先に呼ぶことが多いから、だからフォーリミとかもなんかそういうある程度ずっと前からしてたけどまあ対バンみたいな機会があったり距離が近くなったり一緒に飲むことがあったりとか打ち上げとかも含めてそういうのをなんかこう経てオファーさせてもらったっていう、うん、うわへえなんかいつも直接声かけていただける気がしますね、その対バンだったり。それが嬉しいよな。うん。なんか見た上でこう判断してもらえた気がするというか。なんかマネージメントからマネージメントに来るオファーって10フィートの時少ないもんね。本人が連絡してくれるから嬉しい。連絡先とか分かってる場合は、あとはなんかスタッフ同士がめっちゃ仲いい。友達とかの場合もあるから、そうそう、なるほど。同時とか、スタッフが口滑らしちゃったりとかもあるかもしれんけど、うんうんうん、でも基本的にもうなんかこう、ハッピーとか、仲良くリスペクトしてって感じかな。それってさ、なんか、たくまくんがさ、後輩のバンドとか、うんうん、うわ、こいつらっていう、こう、なんていうの、チェックポイントってどこなの？チェックポイント、あ、これ通過してんなとか、まあ言葉にするの難しいやろけど、チェックポイントはでもやっぱりね、ライブハウスで、うん、対バン、いや、あのね、こうなんていうの、仲間、バンドマンじゃない問わず誰かがそのライブイベントをやって、うんうん、ライブハウスで、うん、大箱でも小箱でもいいんやけど、そういう時にこう、まあ、5バンド6バンドとか出てる時にその動員のその多い少ないはもちろんあると思うんやけど、なんか、ね、うんうん、その来てるバンドって多分これ猪狩とか源分かると思うんやけど、来てるバンドってもう雰囲気、あ、雰囲気めっちゃ大事。やっぱたとえお客さんが前にいるのは20人とかでも雰囲気あるやつって、うん、あれあれ、あー行くなっていうのがやっぱあんねん、シーンであるんや、あるある、わかります、わかります。これはもう行かなおかしいやろとか、お客さんもレコード会社もみんなほっとかへんやろみたいな、もうオーラというか、あれちょっとなんか説明難しいんやけど、なんか神がかってるというかね。なんか例えば自分にそれが来る時もあるし、人がそうなってるっていう時もあるってこと。自分のそういう状態の時は気づく時もあれば気づかへん時もあるけど、あんまり気づかないですよね、あんまり気づかへんと思う。だけど自分以外の仲間とか知らん人、これ、やっぱ来てる、こうガッて人気が行きそうなバンドとか、あ、行く力を持ってるなっていう、この2つの雰囲気と予感はやっぱもう、なんか来るね。ケン君はさ、じゃあ、はい、どっちがあった？なんか誰かが、あ、こいつ行くなっていうのと、はい、自分が来るなっていう、どっちが感じた？どっちもあったと思いますね。あ、自分たちもやっぱ自分たちがこうそれこそ来てるタイミングって自分もこう乗ってるオーラが出てる感覚がすごいありました。なんか来てる時なんかゲンが、ね、猪狩さん僕ね多分来てます言ってました。ミスターマリックいないやろそれ。来てる感じありましたね。今来てます、うん、ね、来てますよ、うん、来てますよ、どうしましょうとか言ってたもん。来ちゃってますね。言ってたかも。はい、それおもろい。座ってばこう、はい、まあ、何そのライブハウスシーンでやってる時に、あ、なんかパーンって来る時があるの？
なんでです、何ですかね。こうバーンと来るというよりは、やっぱみんなのこう目つきが変わってくる感じというか。お客さんの、うん、お客さんももちろんそうですし、やっぱバンドマンも先輩も、それこそやっぱこう相手にしてもらえなかったような先輩もこう見つけてくれたり気にしてくれたりするわけです。うわーすげえ。なんかこうフェスとかちょっとこう呼ばれ始めた時に袖でやたら先輩たち見に来てるみたいな。あ、わかる。あ、わかる。はい。で袖のやっぱこうバンドマン視聴率の高さってこう来てる感もあると思うんですよ。みんな気になってるみたいな。やっぱみんな見たいよなみたいな。僕も分かってそうやって感じですごい見に行くんですけど。うん、やっぱその時はこう自分たちが注目されてて乗ってるなみたいな感覚はありましたね。僕は正直、うん、あのフォーリミに対しては途中で見る目が変わって、うん、あの名古屋の RAD とかで対話したこともあったんですよ、うん、すごい。でも我々が一緒になったってほんま 4,50 人ぐらいいるかどうかぐらいやったかな、多分、うん、そういうような感じで、あでもなんかこの人ゲームを見てなんか声がめっちゃ特徴的やったんで、うんうん、なんかうわなんかおもろそうやけどなんやろって思っててぐらいやったんですけど、次どっかで会った時に声がいいまま他のベースとかギターとかドラムももっと良くなってたんですよ。へえー、そしたらその声がもっともっとよく聞こえて、ああれなんやろこれってちょっと思いました。でその後から自分の友達と対バン大阪で対バンしてたりすると見に行ったりしてて、うーんでなんか意見言ったりしてましたね。来てくれてましたね。なんかノーザンのクワトロとかなんか覚えてる。はい、覚えてます覚えてます。へ、それってさ、なんか通り見とかやったらほんまにこの3年ぐらいやんな、はい、多分。どうですかね、でも食えるようになったのは5、6年前ぐらいですかね。あ、うん、すごいよね。そこから女遊びも激しくなって。いやいやいや、昔からですよ。かっこいい。お前はほんま気持ちいいやつや、ね、いやいや皆さんほんま。あの10代からあの僕の意思を継いでくれてんのほんまに。やめてくださいね。受け継ぎたくない。そうやな。受け継ぎたくないとか言うな。いやいやいや、でもやっぱその本当にやっぱみんなが見てくれ、先輩たちが今まで相手にされなかったような人たちもやたらチェックしてきてこう乗ってる感覚がすごいあったんですよ、うん、当時。おもろ。今全然ないっす。それは何、一回落ち着いたってこと。そうですね、今誰も見に来てくれないですよ。それで、あれ、でもそのステージ、うん、だってことでしょうね。もう次は見る側の分かる人探す。そうかもしれないです。それもあるかもしれない。もう仲間に入れてもらえたっていうこともあると思う。うんうん、知ってるわってことやろな。そうですね。だから逆にさ、源くんも若手のやつ見に行ったりすんの？はい、しますします、もちろん。すごい。でも芸人さんとかもそれあるんちゃう？うん。自分らそれこそ芸人っていう感じも含め。うん。ごめん、僕なんて昔最初デビューしてちょっとしてから高橋さんのやってるコンパに人数足りひんからって僕初めて行かしてもうて、僕は当時別の先コンパの話いらんのちゃう？でその時に僕はもうね、芸人の先輩ってすぐ王様ゲームするもんやと思って、僕は割り箸常にカバンに入れてたんですよ。そういうゲームはそれですか。動物の森じゃないじゃないですか。で僕が出た先輩はもう自分が一番やったら僕にこうやってこうやってきたり、こう自分でこう自分の番号をね分かるようにしてきたんですよ。だから何番と何番がちょっと結局みたいな。安っ。っていうのをやった。これじゃないで。高橋さん来ちゃいます。で僕はそれを高橋さんが初めて会った時にそれやったら、次の日ベース吉本の楽屋で会って、昨日ありがとうございましたって言ったら、お前大学生みたいな飲み方すんなって言って、そっから数年も遊ぶことなくなったんですよ。でそこから数年後、僕も劇場でこうだんだん上の方上がっていって、広島に営業行ったんですね。で、そこにサバンナさんもおったんですよ。で、僕もおったんですよ。で、トークコーナーで、昔からやめられへんことっていうテーマトークやって、
で僕はそこでその僕子供の頃からそのおならの純粋な 100% のおならを匂いたいっていう願望がずっとあって、どういうことですか？え、以前のですか？自分の自分の、あー、で今ここで握りっぺでもう握り全部握るしかないってことですね。握りっぺで、あ、でも分かるかもしれない。分かる気がします、ね、混ざってまうんだよ、分かる気がします。なんで分かんねん。考えて俺が行き着いたところが湯船に入って、はい、で洗面器を逆さ向けてそこにおならをためんねん。なるほど、なるほど。こんな水の中からふーっていくから、はい、もうへー 100% がここにたまんねん、うん、洗面器に。はいはい。でそれをお風呂の中潜って、ちょっと気持ち悪っ、スーンって入っていってたのよ。もうそこには 100% のへーやねん。で俺の自分の中でこの塀の世界の洗面器の中のメタンガスの割合って木星とほぼ同じぐらいちゃうかというので、自分の中でこの行為のことをジュピターって呼んでたと。俺はなんでよ。でその話をした、あの、はい、ほんなら、はい、帰り学イベント終わって楽屋で高橋さんがもうそのコンパ事件以来全然数年喋ってへんかったのに、そのジュピピターで会場バーンって受けて、楽屋で西大一緒の帰ろうか。かっこええな。いや俺バリア世界いってるやん。ジュピター、いや俺はもうそのジュピターの話がめちゃくちゃおもろかったよ、その時の。はい。あ、なんでこいつおもろいなと思って、こんな話するやつおんねんなと思って、うん、一緒に帰ろうか、飯食いに行こうかっていう。ちなみになんですけど、始まりました、うん、僕もジュピターやってました。お風呂で、お風呂で兵を洗面器に溜めてっていうのをよくやってました。そうやねん。あれ、純粋な兵や。ちょっと次新曲ジュピター作りや。作るか。平原さん、あやかに怒られるわ。バンポブチキンにも怒られます。もう最近さ。曲作りとかしてんの、はい、ゲン最近してます、してます。してる？やっとやり始めました。忙しいん曲作り。まあ、全然忙しくはないですね。もうゆっくりやってる感じです。なんかさ、なんか、はい、曲作りってさ、なんか詰めてやるやん。俺分からへんけど、はい、なんかこう合間になんか遊びで作りたいなみたいな、なんかちょっとした曲作りたいなみたいな、なったりせへんの？なったりですか？なんかしないですね。あれ俺今見とったな。俺今なんとかいけるかなと思ったんですけどね。見とったな。しないですね、あんまり。あれは見とったな。見てたな、さては。見てます、ちょっと。はい、ゲン君、うん、はい、俺は元くんにこんなことも頼むのは本当に申し訳ないけど、なんかチャカ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 ーンみたいな感じでちょっとだけ作ってもらわれへんかな。チャカチャカチャカーンでちょっとだけってどんな感じですか？でもラジオのジングルみたいな感じですよね。そう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 やね。断られゲーみたいなおもろいなと思って。10人ぐらい受けてもらえへんかってもおもろいなと思って。なんかなんていうやろ、この人もダメかって。そうそうそう。いや俺はでもな、ゲン君に作ってもらいたいなって、作ってもらいたいなっていうこと、その作るって大層な文字ないで、なんていうの、なんかこんな文字文字したシゲは見たことない。今さ、いやいや、このチャンネルのオープニングみたいなことですよね。そうそうそう、お前はええやつ。いやでもそれこそさっき、まあちょっとコンビニ行きながらこう音声だけ聞きながらやってたんですけど、たくまさんさっきかけてたやつあったじゃないですか。うんうん、ちょっとあれがかっこよすぎて、ちょっとこう聞きながらやだなと思いながら。プレッシャーむちゃちゃんとしとるやんとか。でもあれはドラさんチャンネルのものやから、こっちの音楽は どうでもいいから、
あの、ほんまに。あ、そうですよね。適当で、適当でいいの。適当でいいの。だからちょっと、玄君が、その、たくま君がさっきの聞いて、はい、わーってなってるから、一回ちょっと、猪狩君、あの、ミスティの曲で、一旦フラッとして。お母さんですか？ミスティ。いや、俺聞いたことないんですよ。あ、そうなの。そうなんですよ。ミスティ聞いてもらわなあかんわ。なんで？エンディング曲は決まってるから、ミスティで。で、暫定そのテーマソングってことですね、それが今。なんでやねん。超えられるかどうかですね。超えられそうだったらやるっすけど。秒で超えれるよ。え、ちょっと。玄君に、ちょっと一回、はい、あの、オファーしたらもう迷惑やな、これは。これは迷惑やわ。いやいや、してるじゃないですか。いや、これはでももう迷惑や。でも、ただ さ、だから僕やったら、なんかその、ない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 とか言ってても、なんかどっかでやっぱミュージシャンシップみたいなのがこう働くんですよね。あ、多分2週間後ぐらい、ゲームもう一回ゲストで読んだら、あの一応上がったんですけどみたいな。なんかそういうのが勝手に来るんじゃないですかね。ゲンちゃん。いや、もう猪狩さんやめてくださいよ、そうやって。ゲンちゃん。それなんか一緒にデートで行って、彼女が気になってたやつ、後からこっそり買いくタイプなんですから、僕。いや、いいね。いいね。いや、でも高橋さんにそうやって言っていただけるなら、なんか、おちょっと考えなきゃなと思います。やった。これは嬉しい。断られても面白いからもう全然断るときは断ってない。もう断るとき事務所伝いに断られた方がおもろい場合もある。そうですね。おいしい。マネージメントサイドから。それはこっちとしてはおいしいから。あの5文字の返信さよならでもいいよ。ちょっと考えてみますね。おお、すげえ。うわあ、ごめん。どんなんがいいですかね。でもなんかしてるような気してきた。あのもし、はい、あの、はい、ギターとかベースの録音が必要やったらそれはうちでやっていいんで、ケン。あ、ちょっと助かります。まあ猪狩さんじゃ一緒にやりましょうよ。いや、それは嫌よ。やれやれ。いや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 。そうか、猪狩さんはドラさんチャンネルの宝ですから。関係ないもん、こんなチャンネルで。猪狩には強い。猪狩には強い。そうなんや。わかった。ゲン、大丈夫。ドラムとかはじゃあ俺が打ち込むから。ちょっとまた相談するかもしれないですよ。困った。わかりました。わかりました。わかりました。いや、二人世界のこのフラレキャラ結構好きやねんけど。最終断られる。フラレキャラって言ってけど、お前もや。それや。それ初めてのアンテ。じゃでもじゃほんまになんでたくまくんが作らへんの。なんでな。いやなんかドラさんの。ジングルがなんかほんま俺はつぼっててん勝手に。なんで猪狩あっちは作ってこっちは作らへんねんみたいなのがなんかまんざらでもなかったその。じゃあ俺もドラさん作ってやる。で今日被害者が増えたわけですね。いいね。あ、ノート出して。高橋何調べてるんですか。いや、締めのクイズコーナー行こうと思います。あ、いいですね。他にこう玄君がイメージ膨らみやすいようにね、あ、こういうこともやってるのやっていうので、はい、恒例の最後のコーナーがあるんですか。そう、そうなんだ、ね。毎回な締めのコーナーやっててな、はい、でこれ終わったら終了しようって言って終わらへんのよこれが。そうまだ終わりたくないですもんね、僕も。洋楽の十、邦楽の十、名言の十、吉本の十、二十、三十ってあって、この問題をチョイスしてくれて、俺のクイズに答えてもらってっていうコーナーなんよ。はい。あれ、これって全部埋まって
一番点数の低い人とか高い人って何かなるんでしたっけ？なります。え、何でしたっけ？罰ゲームって言ってましたよね。罰ゲームがあるんですか？何やってましたっけ？乳首取ります。きつ大変や大手術や壮大な乳首大手術乳首そぎますうわついわいやしずちゃんもっと嫌がるともっと嫌がってよ女子やからそっか、頑張ろう。なんかツヤツヤっぽいな、なんかしだあー、なるほど、なるほど。そっか。あ、僕10点持ってるんですね。お前これお前、これ消さずに置いとかなあかんねんで。大変なんか、ヒルナンデスのリモートとかの時にちょっと見えるようなとこ置いといてくださいよ。じゃあ、玄君選んで。はい。いいですか？はい。じゃあ、名言の20でお願いします。おー。お。名言の20いきましょう。おー、いいですね。はい。前回の名言の10のところは、何出しましたっけ？ラモンズじゃないですか。ラモンズやったっけ？あ、ギターソロのやつでしたっけ？ギターソロのやつ、うん、はい。名言の20いきます。はい。ザ・ブルーハーツ河本博人さんの名言です。好きやなブルーハーツ。高橋さんほんまに、どうしても日本語にできない英語があるんだよ。うわ、ほにゃららだ。うわぁ。ブルーハーツでも日本語で出せない英語ですか？はい。どうしても。ザ・ブルーハーツといえば、日本語ロック、ね、快祖です、もう、いわば。今まで英語で歌うのがかっこいいって言ってるところ、日本語で歌うブルーハーツのかっこよさ。うん、僕はしびれました。その河本博さんが言いました。うどうしても日本語にできない英語があるんだよ。それがほにゃららほにゃららだ。ちなみに今ららだ iPhone 見たらあかんで、もうみんな答え言うから。答えてるって何？ちょっと分かりました。ちーちゃん分かった？はい。嘘。いいですか？はい。ほんまに正解していいですか？アルファベットの I。アルファベットの I。どういう意味？なるほど。どうしても日本語にできない英語があります。I だ。ラブ。なんやそれ。かかってるんです。どういう意味？いや、俺も正解だと思った。なんやそれ。なんでアルファベットの I の？シルちゃんなんでそう思ったの？ I っていうのが日本語での I。 あれ？アルファベットの I はあの普通に私っていう意味だから。あ、そっか。で違います。ただのメスゴリラやったって。英語にできない。それは違います。どうしても日本語にできない英語があるんだよ。はい、はい、あ、日本語にできない英語か。そう、うん、まず英語を答えるんですよね。だからね、そうですよね。英語がかかってるんですね。そうか、英語を答えるのか。そうですよね。難しいな。コメントに答え書いてる人いるんですけど、まあ、答えは分かった人は見てないです。書かないでください。あ、コメントって YouTube のコメントか。はい、あ、はい。これ当たるかもしれません。いいよ。ロック。あ、いいかも。それじゃないですか。日本語に。確かに、うん。どうしても日本語に英語があります。これは腑に落ちる。ロックだよ。ロール。
ロックンロール。ロックンロール。すごい。これは腑に落ちますね。これめっちゃ腑に落ちました今、ほんまに。すごい。なるほどね。見事です。あ、素晴らしい。いや、これね、考えたんじゃないんですよ。今僕 iPad 見て映ってる3人見てたらパッと答え出てきたんですよ。どんなロックンロール俺らが気づきたかった。あ、それかっこいいですね。かっこいいな。かっこいい。あ、なんかいいな。俺ベイビーかと思った。ベイビー。あ、ベイビー。確かに。赤ちゃんじゃなくてあの歌詞に出てくる。はいはいはい。確かにあれ難しい。俺なんか、メイクサムノイズとかかなと思ってた。いや、ほんで、たくまくんも、いがりくんも、げんくんも、英語で歌詞書くときあるやん。はいはい。はい。うん、それはどっちから書くの？うわ、俺もあれ気になってた。ん？あ、英語か日本語かですか？うん。僕は、でもどうぞ、げん、はい。絶対日本語なんですけど、英語の曲書くときも。でもやっぱこう適当英語で歌ってるときに単語ちょっとついてたりするじゃないですか。うん、なんとかなんとかエニメみたいになってたら、その単語で引っ張って歌詞書いていくこともありますね。あ、もうここエニメやから、うん、なんかその語尾にはまるようにしなきゃとかいうのもありますね。ここはやっぱこう口的にもすごいこうしっくりきてるから、このなんちゃらこうフォーエバーは入れたいとか、そういう感じで。それは大事やな。音楽でもあるからね、大事やな。うん、それってさ、ゲン君さ、はい、最初に曲作るときに、自分が作詞作曲するときに、適当英語というか、なんか適当言語で歌うときに、ほんちょこ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 やに、ベイン高とくでさ、パッパッチカフェーンみたいな、っていうこと？そういうことです、そういうことです。ほんで、あそこで。めちゃくちゃ語ですね。なんかまあ、その適当な単語が、それこそ日本語でもついてたりとかするときあるので、わかるそれ。適当英語でよく出てくる適当英語は何が多いんですか、皆さん。俺はもうダントツで yourself ですね。わかる気がする。わかるわかる。ねえねえねえ yourself みたいな。わかる。最後。あの文字の最後に置いちゃいます。俺結構ジャスト出てくるの、ジャスト。ジャスト。ジャスト出がちじゃん。ジャスト出がちやん。めっちゃわかる。僕やっぱなんかエニシングとかそういうのができてきた。はいはい。おもろ。エニタイムみたいな。エニシング、サムシングやろ。うん。で、その後、サムワンエルスとかノーワンエルスとか行くやろ。あ、そうです。ノーワンエルスはでよく言います。それって皆さん中、高校とかでしょ？こう、英語はそんなめっちゃできてたってこと？単語とかそんな知らんくない？英語は。僕は。学生時代は良かった。一応外国語大学に行ってたんで、そうや、最低ぐらいは分かります、一応。最低、ほんまに。でも、もう英語だけはちょっと得意でしたね。うん、うわ、そうなんや、やっぱ、うん、で、僕もやっぱり、俺は思いっきり全部英語から行くんですけど、そうやって残したいワードっていうのは絶対残すんですよ。うん、さっきゲンが言ってたみたいな感じで。うん、でもカリフォルニアって曲とかも頭のサビがカリフォーニアなんですね。もうこれは絶対こう言いたいんですよ。うん、もうか最初からカリフォルニアですよね、そんな思いついた時は。だってもしこれが土地の名前やからって豊中市とかなってたらやばいじゃないですか。俺結構好きやけど、ね、めちゃくちゃええやん。今の結構好きやけど、豊中市行けます。結構こっち気持ちええやん。豊中市最後のカート市の炸裂は変わってきやん。まあ行けるとしたら、あー、なるほど。なんかうーじしーとかなってくるじゃないですか。だから豊中とか宇都宮やったら多分カリフォルニア行けるんですよ。宇都宮も結構気持ちいいんで、あ、なるほどね。そういうのやありますよね、やっぱり。たくまくんは？でも俺も似たようなとこかな。でも日本語からが多いけど、その頭でなってた。まず日本語で書いて、そこから英語にするの。
いや、なんかめちゃくちゃ語で歌って、日本語の曲も英語の曲もなんとなく音で、まず音が just hold, just hold, just hold. ラスト多いな、実際ラスト多いけど。じゃあほんま高橋さん絶対ミュージシャンやったらそのいじり方でけへんから。いやいいよ全然。いや俺もガンガン言ってほしいね。日本語からが多いかな。でもそのゲンとかイガリみたいにそのこの言葉で行きたいとか、さっきそのイガリが言ってた、あのちょっと韻踏んでて違う言葉に攻めてしたいとか、韻を踏んで同じような感じでもっとその曲のメッセージに合った言葉ないかなとか、いろいろ試行錯誤はするけど、やっぱり言葉も音もメロディーも炸裂音、シー、アカサタナのこうね、シャーとかカーとか言ってんのか、ナーとかマーとかなのか、そういうのは音としても大事にしてるかな。きっとそこは音楽的なことなんやろなって解釈してるから。うん。うん、めっちゃわかる。なるほど。しずちゃんわかる？わかる。めっちゃわかってる、わかるやった今。お前めちゃくちゃわかってる女の顔してるやんか。わかってたな今。すごい。でもそれ、うん、ごめんごめん。時間的にもう一問ぐらいいけんじゃないですか。行こうか。ね。行きましょう。俺当てたいっす。わ、またちょっと後日それぞれのロックンロール聞かせてな。もう自分のものにしてるじゃないですか。ええタイトルやな、それぞれのロックンロール。こんなんしたいじゃん、今当てたから。もうアナザースカイ黙ってへんで、それぞれのロックンロールもみんなに聞き出した。こんなタイトルみたいな。黙ってそれぞれのロックンロール。場所なんすか。ほんなら洋楽の銃で、オッケー、うん、開けてないので。あの、知ってるわーって言うんやったら言わんといてな。はい。ザ・ビートルズ、ポール・マッカートニーさんの問題です。いいですね。行きたい、当てたい。うん。ザ・ビートルズのポール・マッカートニーさんは、もう晩年めちゃくちゃお金ありまして。はいはい。もう、晩年、ま、晩年っていうか、あのあ、ごめんなさい、あの、後期。俺もう分かりましたよ、多分。まだちょっと最後まで聞きたいです。うん、どうぞどうぞ。ポール・マッカートニーさんは、めちゃくちゃお金がありました。うん。で、レストランに行きました。うん。で、レストランに行ったら、いけすがあるレストランでした。はい、はい、知ってるやつじゃないかもしれない。いけすにいろんなロブスターとか、なんかまあサザエとか、まあ、貝類とかあったんかな。その、ある店に、レストランに行ったポール・マッカートニーが取った行動は何でしょう。全然知らんやつやわ。知らんのかよ、お前。いけすがあるレストランですね。うん。めちゃくちゃいけすがある。あるやん、なんかある。で、取った行動、ポール・マッカートニーはしかも動物がめちゃくちゃ好きなんですよ。生き物がめちゃくちゃ好き。あ、ラブ&ピースって言うて、はい、猪狩。もうこのあの水槽の門のお金とか全部出すから、もうこの魚全部解放しろって言った。うーん、思いました。うん、正解です。あ、正解。やった。そうだと思ったっすね。もやったー、すごい。助けようとしたってことですね。すごい、猪狩とゲン。やったー。行って、そう。ここのロブスターを殺すお金を全部俺が払うから、全部海に逃がしてくれ。わあ、もうサザエさんの最終回じゃないですか。そうなん、そうなん、わかんない。お前何者やん。海に帰ったんです、多
まあ、頭おかしいですよね。なんか僕が知ってた全然違うやつは、なんかポール・マッカートニーとマイケル・ジャクソンの話で、うん、あのポール・マッカートニーとマイケル・ジャクソンが話してたら、なんかマイケルがポールに相談して、これからお金をどうしたらいいかなとか、うん、でポールがあのこれからは著作権っていうものが大事やから、うんうん、著作権を自分のお金で買っていくっていうのが著作権ですか？著作権、うん、え言えてなかった？いや、ちょっと甘噛みしたかな。すいません、大丈夫です、大丈夫です。著作権恥ずかしいからゲン、ほんまにやめて。著作権で、はい。を買っていくのが、今からそのお金を増やしたりすることにはいいんじゃないかっていうことを、うんうん、ポール・マッカートニーがマイケル・ジャクソンにアドバイスしたんです。はいはいはい。ほんなら、マイケル・ジャクソンが取った行動は、ビートルズの著作権を買ったんです。全部な。はい。それが一番、一番売れてる音楽やし、一番お金になるはずやって、うん、これをポールは言ったのかと思って、マイケル・ジャクソンはそれを買ったんです。で、ポール・マッカートニーがそうだよ、それでいいんだよって言ったっていう。話をなんか聞いたことがあったんで、それかな。著作権ってそんな買えるもんなんですね。なんか当時って原版権かな。あ、なるほどなるほど。作詞作曲印税の方じゃなくて、多分その CD の原版権。なるほど、それを CD にするもう本当にレーベルみたいなもんなんですね。そうそうそう、多分原版権を買っていったんだと思うので。すごい。ちょっともしかしたらあの少し話違うかもしれないけど。聞いたことあるよ、それは。ね、こういう話があったっていうのはちょっとなんか聞いたことある。すごい。聞いたことありますね。それ10ポイント差し上げます。やったー。何の、何のポイント？ボーナスポイント。いや、知らん知らん。いい話なんで。ちょっと俺お金貯まったら来年ぐらいにあのリバーの原版券買おうかなと思って。やめとくれ。買わないか。お母さん泣くやったらお母さんごと買いとく。それでいいんだよって言ってくる。その代わりあのミスティが ミスティが鴨川まで来てくれるかもしれない。ミスティの話するな。なんでミスティこの番組でちょっとなんか出来上がってるの、もう見るやからもう。いや、ええ問題。うん、いや、よかったな、すごく。今日めっちゃ充実してるな、なんかもう。うん、俺も当てたかったっす。いや、なんか弦が来てからめっちゃリズムようになったな。本当ですか、うんうん、俺もなんか10ポイントもらえるなんかエピソード出したいですね。を出してや、出してや。そうですね、あのボブ・ディランいるじゃないですか。おボブ・ディランがツアーしてるときに、うん、まだ売れてないプリンスが前座だったんですよ。はいはいはい。でもプリンスは当時まだピンときてなくて、みんなでもボブ・ディラン待ちなんで、うん、こう早く出せみたいな感じでキャベツを投げられたらしいですね、うん、プリンスが。キャベツ定時にで、キャベツ投げられて、やっぱ落ち込むじゃないですか、その、プリンスも、うん。で、めちゃくちゃ落ち込んで、こう、惨めな気持ちになって、メソメソところを、ボブ・ディランがめっちゃ慰めたって聞きました。慰めた。お前、クイズにせ。どうしたでしょうっていう。いや、でも、その慰めたの部分に、多分、ボブ・ディランの、多分、ちょっといいパンチラインあるはずなんですけど、その辺は覚えてないです。とりあえずキャベツ投げられて、ボブ・ディランがこうプリンスをこう、まあ、こういうこともあるよみたいな感じで言ってくれたっていうのは、それ何言ったことか、何言ったことか一番大事やから、お前。クイズにせ。そう、何を投げられたでしょうでええやんけ。俺も15ポイント、僕もちょっと15ポイントぐらい欲しいでいいですか？結構狙うな。行ってみよう。いや、僕結構高めっすね、15ポイント。15年ぐらい前に、僕ずっと彼女ができへんかったら、はい、高橋さんが、うん、結構僕のことを心配してくれて、で、うん、あの、もうそれやったら、あの俺の元カノ紹介したるわ、って。ええー、ないでしょ。
こんなんないでしょ、普通。元から。嫌じゃないですか。やってない。まずいっすよ。めちゃくちゃ。うち来てって言って、高橋さんち行ったんですよ。うん、ほんだら、アダルトビデオを高橋さん僕にくれはったんですよ。話が弱い。裏で滑らない話してるときに話が弱い。あ、じゃあ、あ、俺15ポイント。あ、高橋さん。東京に住んでたときに、はい、俺の持ってたお気に入りのアダルトビデオがなくなってある日。おー、はいはいはい。うん、身内の犯行じゃないですか、それ。高一の部屋にあった。知らん。すぐ犯人見つかった。なんでメンバーで取り合うねん。どうでもいいんですけど、これは本当のどうでもいい話なんですけど、うん、その10フィートが一緒に住んでた時ってマネージャーさんも一緒に住んでたんですよね。半分。で、ああ、そうなんですね。半分ぐらいちょっといた時に、あの、ゴキブリが出たらマネージャーさんって、うん、ゴキゴキ出たゴキって言うんですよね。そんなデシベルじゃないよ。あ、そうなんじゃない。もう4人分の鼓膜破れるぐらいの声。もうしかもあのなんていうの、シャウト系じゃなくてただただすごい倍音。ドーンみたいな。大きい声でドーンって言ってるような。すごい。ほぼ悲鳴ですね。で、ゴキが出た時もとにかくゴキが嫌いで、あのネズミが出た時のドラえもんぐらい飛び上がる。もうそれで色変わっちゃったんですね。髪色カラフルだなと思ってたんですよ。マネージャーさんね。うん、苦手。はいはい。え、そのゴキブリは天の誰が倒すんですか。誰、どっか行くまでじっと待ってます。ちょっと待ってます。いや、あのゴキブリってね、ゴキブリホイホイはゴキブリホイホイは意味わかるけど、あの餌中に入っていくやつってあれ入れるんかな、入れるんかな、ね、今あの入っていくやつ、猪狩君のゴキブリのオチ聞いたって、あの忘れました。喋れはよ。じゃあほんまごめんなさい。たくまくんの話聞いてた途中で忘れたもうた。ごめんなさい。すいません。あ、じゃあよろしいですか。何ポイント狙いますか、しずちゃん。全然違う話なんですけど、最近、うん、あの方が山ちゃんが、うん、あの奥さんの影響で。うん、あんなに心が汚かった山ちゃんが植物のミモザっていうのを育て始めた。あ、ミモザ素敵じゃないですか。広い花ですね。チャリアン。はい、そういう情報です。いいな。え、それなんか芸能語ですか。はあ。これ。俺もいいですか、俺もいいですか。おー、いいよ、元くん、はい。俺、あの、夢の中で、昨日見た夢なんですけど、あの、小学校のだったんですよ。うん、で、小学校一人の子が、なんかたまにこう、切れて、こう、こういう感じで戦うタイプの男の子いるじゃないですか。なんかそういう感じで切れちゃう男の子がいて、その子が夢の中でマシンガンを撃ちまくり始めたんですよ。はははは。で、僕に、まあみんなわーって逃げるじゃないですか。うん。で、こう夢の中ってこうたまにすごいゆっくりな時じゃないですか。あ、わかる。あ、なんかあるな。すごいゆっくりじゃない。はい。俺一番遅かったんですよ、その時。知らんみたいな。待って、もうちょい聞いてよ、もうちょい聞いてよ。一番遅かったんですよ。で、撃たれたんですよ、俺。うん、撃たれて、目打ち抜かれたんですよ、その彼に。うんうん、で、めちゃくちゃ痛くて、こうもう感覚もあったんですよ。痛いと思って起きたら、こう窓、枕の角、ここに刺さってたんです。耐えれへんほどの痛さではないっていうやつ。オブザイヤー何以下示しとんねん。知らんオブザイヤーや。はい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 、はい、あーもういいけ、もういいけとかって。これあの 子供の頃からあの、ね、ウルトラマンとかスーパーマンとかみたいに空飛びたい願望がめっちゃ強かって、はい、うん、ほんで、はい、
夢でだからこう空飛ぶ夢を見れて強くいいやんか、うん、ええやんかでうわーって飛ぶねいつも、うん、もう地面この辺えらいこの辺バックトゥーザフューチャーのスケボーだよ最高だよね、かける言葉何え？なの？ああもう手挙げてんないけ。なんか、うん、今田美桜ちゃんってめっちゃ可愛いなと思いました。知らんたな。知ってる知ってる知ってる。むしろ知ってる。わかる。わかる。すごい思いました最近、うんはい。それはもう共感しか覚えんす。えバーンって言ったわろ。3年 A 組のドラマやな。ごめんなさい。そうやな、ちゃん。知らんわ。終わりや、今日は。いい終わり方やな。みんな幸せなまま終わる、いい終わり方やこれ。みんな笑顔で終わろう。みんなさん、めっちゃ見てくれてましたもん。もう終わりです。ありがとう。ありがとうございました、ね、呼んでいただいて。ゲンありがとう。ゲンくんありがとうね。おかげでめちゃくちゃ盛り上がったわ。本当ですか。また来てよ。ありがとう。またお願いします。あれやります？写真みんな撮ります？あ、そっか。写真、スクショのやつ。な、どうしたらいいですか？いや、西大それ言うけどさ、一回も俺来たことないねんけど。いや、俺、結構来てましたよ。みんな来てますよね。僕、ツイッターとかインスタにも来てますよ。来てた、来てた。俺、あ、ほんま？てか思い出したけど、ツイッターで、僕、二人世界のテーマソング作ったんですけどっていうツイッター来てましたよ。え、マジで？来てました、来てました。いや、わかんないです、お前らがサボってるから。もう、コンペで行きましょう、これ。いや、ゲンや。メインはゲンや。メインはゲンやね。ゲンやね。メインや。コンペにして負けても嫌やろ素人にも乾杯とかやるOK 写真あ写真はーい4321 OK よっしゃありがとうゲンありがとうございましたこちらこそまたいつでも出させてくださいゲンくんありがとうねはいちょっと考えておきますおおいや考えときますじゃなくてもう来週の、はい、そうですね早ければそこ目標で言ってること変わってきてる事務所伝いに断って来週に発表に来週に発表になってますんで固めの文章で講義させていただいた上みたいなよろしくお願いしますこのプロがみたいなやれボケお前らやれ、たくまと。じゃあまた、無理やったら西田やれ。いや、無理やわ。俺、リコーダーしか聞かれへんの、俺、リコーダーしか。じゃあね、たくもくん。じゃあね。はい。ありがとうございます。一回閉めます。はい。入ってくれてありがとう、みんな。ありがとうございます。しずちゃん、ありがとう。